さて時は遡ることは江戸時代は前期の皇族教場入道親王は小水の天皇の大従王子幼名は照宮意味名は貞俊あざ名は大僧逸道と号した京都妙法院の行年入道親王に指示慶安三年親王宣下妙法院門跡を継承天台座主に三度就任し天台教学の著書を多数残した著作には死者大師別殿神会総殿廃院法恩樹林承継などを表した1695年元禄8年4月の16日享年56歳にて皇居をなされました。重ねては江戸時代は中期の儒学者多古白山殿は美濃の国は岐阜の出身名は安あざ名は現代通称は新五郎江戸で林奉公に学び信濃の国松本藩藩主となる京大阪と江戸を来し荒井白石室九曹浅香丹波三宅観覧らと交わった著作には本藩系譜保護機構などを表した1753年宝暦3年4月の16日去年74歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の俳人小森卓郎殿は伊豆の国三島の出身通称は九助登山道と号した江戸で小島大梅に学ぶ今日の徘徊年表の原型ともいえる徘徊道の杖を表した明治2年の追復法要には各派の総称が流派を超えて列席したという1866年慶応2年4月の16日去年69歳にてご入滅なされました。重ねては幕末の様式兵学者村上則宗殿は三河の国田原藩士通称は貞平の地に在右衛門清国と号したその年期には月見に志を持ち斎藤薬老の門に入ったが後半の尖閣者田辺火山や鈴木俊さんの推挙によって長崎に赴き高島周藩の下で様式兵学を学ぶ帰国後は野戦法を制作して藩士たちに様式の法術や朝練を共同したその黎明を慕って大垣宇和島西条水戸刈谷岡崎加賀などの諸藩から教えを請う者が集い安政3年1856年には伊豆の国戸田より船大工を招致して少な型帆船順応丸を建造した1872年明治5年4月の16日去年65歳にてご入滅なされました。重ねては江戸時代は後期の儒学者浮山白飛堂殿は和勝成浅川宿船または政府通称は御老寺別号に河安などと号した広瀬毛細に指示し宇都の国は白川藩の藩校立教館の学頭となる文政6年昌平校に入る藩主松平定長の違法により伊勢の国は桑名藩主となり藩主の侍従を務めた安政4年藩校立教館教授に1874年明治7年4月の16日去年77歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の農村指導者福山滝助殿は相模の国小田原の合唱本姓は里見陽明は滝蔵天保14年小田原報徳社に入社し二宮尊徳に学ぶ
お得者の最高に尽くし、お遠見の国三河を中心に120を超える法徳者を設立した。1893年明治26年4月の16日、去年77歳にてご入滅なされました。重ねては幕末から明治時代の教育家政治家の小畑徳次郎殿は豊前の国大分の出身、中津藩士小畑徳蔵の次男、藩校新州館で官学を治めた後上京。元治元年1864年福沢諭吉の塾に入り英学を学び、慶応2年1866年塾長に、幕府改正上英学助教となる。天変地異などの科学啓蒙書で科学知識の普及に貢献した。福沢と日本最初の実業家社交クラブである豊潤社の設立や時事新報の創刊に尽力した。明治12年1879年初の東京学士院会員となり、後年は貴族院議員に直選され活躍した。1905年明治38年4月の16日、去年64歳にてご入滅なされました。重ねては明治時代の中近家岡崎節制殿は京都山城伏見の出身、父の情報にかましの技を学ぶ。明治8年上京し、鈴木正美に師事して老型鋳造法を学び、12年谷中清水町に工場を自営。分解鋳造法による大型鋳造が得意で、銅像建築装飾などを手掛けた。作品に青銅商西郷隆盛像、楠木正成像、明治大帝味方、昭憲皇太后味方、村丸像など、京都の旗蔵六、香取穂妻と共に近世中近海の三名家と称された。晩年は東京美術学校教授を務めた。1921年大正10年4月の16日、去年68歳にてご入滅なされました。重ねては大正昭和期の実業家石原浩一郎殿は京都の出身。大正2年1913年立命館大学を卒業後、5年マレー半島にわたり鉄鉱山を開発、9年南洋工業講師、町の石原産業を設立、企業を拡大し海運業、フィリピンなどの鉱山開発、製錬業にも進出。先の大戦中は南洋資源に関係して戦時利潤を上げ、石原コンツェルンを築いた。事業の一方、人務会や明倫会など国家主義団体を支援、資金を提供。226事件では反乱ほう助の嫌疑で逮捕起訴されたが無罪となった。戦後永久戦犯容疑で拘留されたが不起訴により釈放、公職追放を受けたが復帰し、財閥解体後の石原産業の社長会長を長く務めた。1970年昭和45年4月の16日、去年80歳にてご入滅なされました。重ねては昭和時代の文学者小説家の川端康成殿は大阪の出身。大正13年1924年東京帝国大学を卒業後、横光理一らと文芸時代を創刊し、新感覚派と呼ばれた文学運動を起こした。初期の代表作伊豆の踊り子やモダニズムの浅草紅団の後、作風の転換を図り、新心理主義の推奨幻想、虚無的な作風の禁じを得て近代上場文学の代表作雪国に到達する。戦後にも千羽鶴、山の音、名人などの名作を残す。
昭和23年1948年日本ペンクラブ会長に就任、昭和36年1961年文化勲章を受賞、1968年昭和43年にはノーベル文学賞を受賞、1972年昭和47年ガス自殺により他界、世間に大きな衝撃を与えた1972年昭和41年4月の16日、享年72歳にてご入滅なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました、歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。